おばあです。えぞっこ TV です。ヤーマン、次の目的地中山峠に着きました。ここで有名なのは揚げ芋です。マミちゃん、ヘビ嫌いって言ってたから、ヘビのやつあげるふりしてクマあげた。じゃあマミちゃんが違うところ行ってるんで、二人で同じだって。ありがとうございます。ねえ、私ばっかり負けないんですけど、負けないんです。持ち帰り、揚げ芋と芋餅。ありがとうございました。お釣りを気をつけてお待ちください。はい。ありがとうございます。じゃじゃん。じゃじゃん。こちら。うわ、でかい。中山峠の揚げ芋。揚げ芋。揚げ芋。あ。こちらは芋餅です。芋餅です。美味しそう。私は断然芋餅派です。うん、私もです。全部ね、3個ずつついてるんで。1人1個ずつ。1個ずつ、次の場所へ向かいながら食べていきたいと思います。ちょっと散歩するのにもいいかもね。真っ狩川。
だって。